渋谷、次にというかまた建築家のトイレに行くんですけど、今回は安藤忠雄ですね。コンクリートが得意な建築家なんですけど、この辺にもう見えるっぽいので行ってみましょう。はい、東京トイレ17個あるらしいよ。そんな多いんだ。ああ渋谷区内に17個だって。多いね。すごくない？渋谷は結構広いよね、そう考えると。ああ渋谷の中を今ぐるぐるしてたんでしょ。うん、広いね。あ、この敷地の中、忠雄デザインです。おお、いた、いたよ。こんな感じか。ちょっと想像と違った。もっとなんか密な感じかと思ったら、うん、ルーバーなんだよ。うん、スチールかな。なんでルーバーなんだろう。ルーバーはまあ熊さん、熊健吾さんさん、うん、まあ代表といえばねルーバーじゃん。その逆の安藤さんはコンクリートの密実な感じ、うん、っていうのがまあ特徴ではあるんだけど、そこをルーバーにしてきたの。なんででしょう。あ、ここは詰まってる。こっから入るのか。この東京トイレは全部ロゴが、ロゴっていうかマークが同じ、うん、統一されてる。で、なんかデザイナーが入ってるんだろうね、そこは別で。なんか木の影がすごい、うん、映って。本当だ。それがさらにルーバーで切られて中に入ってくる。でもなんか上を見た感じさ、こっちの幅狭くない？ん？屋根の幅が、うん、の木がこっち広いじゃん。なんか微妙な操作したら、なんかコンセプトでさ、雨宿りみたいなのがあったじゃん。あるね。東屋になってトイレだけじゃなくて他の価値を持つようにしたい。この人通りの多い面に対して、あ、広く取って、こっちの人通りが少ない方は上が狭い、うん、そうだね。こういうスチール系の収まりはあんまり知らないんだけど、結構綺麗で。こういうのこっちが勝つんだね。こっちは勝つにして。そうじゃないですか、面、外観が。どうやってつけてんだろう、これは。あー、わかんないな。なんかパネルの組み合わせがあるのかな、これ。ポストメスが。で、横で打って。いや、わかんないな。これとこういうやつと、こういうやつがあって、ガコンってやってビス打ってるの。分かる人いないかもしんないけど、分かったらコメントで。ルーバーの端部全部キャップがついてる。ああこれか。めっちゃ重量感ある。うわすごい工夫が、あの設備の工夫が、あガポンってならない。本当だ、パスッて綺麗よ。うまくさ、あそこにさ、内側にも木の木漏れ日が入ってる。これ綺麗。ここの溝は何なんだ。上の溝が一周続く。すごい、円のドア。いや、本当だ。今トップライトある。え？トップライトがある。本当だ、上は見えないね。ここから入って初めて分かる。いや、このスチールの質感がかっこいい。いや、なんかコンクリート使ってないからどうなんかなって思ったけどさ、いい。ありました、東京トイレと安藤忠雄。この辺は多分その道に近いからさ、広いんだろうね。そう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 、多分そうだと思う。雨宿りができるっていう。ということで、東京トイレット、合計3つ3つ
2つ行ってきました。それぞれ建築家3人行ったけど、まあ、それぞれで良さもありながら、まあ、新しい良さも発見できたかなと思います。東京トイレはなんか17個ぐらいあるらしいから、まあプライベートで見るか分かんないけど、もしなんか他にこれ見てっていうのがあればコメント欄とかくれれば、まあ、見に行くと思うんで、見に行ってないやつだったらね、はい、うん、なのでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。